っちゃいっぱいいる。あれっていうか、海ちゃんとかさ、みんなもいるんだけど。ここは、おい、どこなんだよ、ここ。なんで俺こんなところにいるんだ。リコくん、シンジくん、海、それにみんなも。あれ、リクチンにシンちゃん、さっき別れたばっかりなのにこんなところで会うなんて偶然だね。かわいいっす。みんなどうしてこんなところに。ここは一体どういうことだよ、これ。みんな、はい、おめでとうございます。ようこそ地獄へ。赤羽お嬢様とかかな。これにて1000人目のご到着と。皆様お待たせしました。これよりようやくアダバナの館でのゲームを開始いたします。なんだ今の声、一体どこから。あ、違う、赤羽お嬢様じゃない。はじめまして。なんかまたでも悪魔っぽいよ。私の名前はレビー。レビーちゃん、右と左で目の色が違う。この地獄を支配する7大悪魔の一人、嫉妬を司る大悪魔、レビアタンです。レビアタン、気軽にレビーちゃんって呼んでね。はあ、なんだこいつ。女の子？背中から羽が生えてるよ。そりゃそうだよ。なんて言ったってレビーちゃん悪魔だもん。悪魔っていうことは同僚にみどりさんとかいますかね。みどりちゃんに会いたいですね。おい、てめえが俺たちをこんなところに閉じ込めやがったのか。そうです。だったら俺たちを元の場所に戻しやがれ。残念ですけどそれはできません。だってあなたたちはここでのゲームに選ばれたのですから。はあ、ゲームだと。何の話だ。招待状はお送りしたはずですけど。黒い、あー出た、あなたたちが言う黒い手紙ってやつです。はあ、はあ、あれか、確かにもらってたけど。私も家に帰ったら郵便受けに黒い手紙が入ってて、それを手に取ったら次の瞬間ここに飛んでたの。俺も同じだな。ちょっと待って、私は手紙は破いたわよ。破いた程度じゃ私との契約は切れませんよ。知らないんです、悪魔の契約はとっても理不尽なんですよ。ちょっと待て、さっきから契約だとかゲームだとかどういうことだ。ああそうでした。では改めて説明させていただきます。今現在この空間地獄には、私が集めた1000人の人間、プレイヤーの皆さんがいます。皆さんにはここで最後の一人となるまでゲームをしていただきます。最後の一人となった勝者はなんと、どんな望みも叶え放題になっちゃいます。でやったね。これで好きな女の子にあんなことできるし、世界征服もできて老後の心配もないよ。このレビタン、レビタンの顔可愛いんだけど。みんな硬直してる。でも、おいてめえ、ふざけてんのか。誰がそんなもん信じるか。信じやめて。そんなことしたらまた一番初めにお亡くなりになるよ。あれ変だな、私真面目に言ったのに、なんで信じてもらえないかな。んなもん信じられるかよ。大体なんで俺らなんだよ。いやいや、あなたたちが選ばれたのは、四国真っ当な理由ですよ。だってここにいる1000人、一人残らず異常者の集まりですから。異常者、まあ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 、言われてみればね。まあ頭の中で一番初めを知ってる方はね、それぞれみんなのプロフィール見ていきましたからね。でもシンジ君は普通だと思うんですけど。は？
それってどういう…どういうことでしょう。俺たちのどこが異常だって言うんだ。まあそうなるわな。そうだ、ふざけるの。そうは言いますけど、例えばそこのあなた、普段から動物を虐待しては殺したりしてますよね。はあ、何のことだ。そっちの君なんか、この間気になる子をカラオケに誘って飲み物に薬混ぜてたじゃないですか。それで何人かの子に乱暴したでしょ。つうか何人かは薬に依存させてから捨ててるし、しかも反省の色ないし。何のことだ、知るか、そんなの知るか。本当にやべえ奴らの集まりなんだな。ま、なのでここにいる全員は大なり小なりそうした異常な部分を持つ異常者の集まりなんですよ。あと皆さんに共通していることは、平凡な日常とは違う何かを求めているということです。なのでこの状況って、実は皆さんが望んだ展開だったりするんですよ。というか、そうじゃないと私との契約がつながってこの場所に転移なんてできませんから。でぃでぃって笑い方かわいいな。ふざけるな、俺はそんなんじゃねえ、そんなんじゃねえって言ってるが、ここに来てるんだよな。そうだ、俺も違うぞ。勝手にそんなイカレ野郎にしてんじゃねえ。いいから俺たちをここからじゃいってね、みんな言ってるんですね。それじゃあゲームには参加しないということですか。当たり前だ、誰がそんな。じゃあ死ねってなるよね。じゃあ残念。そういう根性なしちゃんは、パクッとレビーちゃんという名の、レビーちゃんという名のお魚ちゃんの餌なのです。レビーちゃんの影が食べたのかな。はっ、うわあ、いやー、人は超やれた。化け物、化け物だ、悪魔だって言ってるだろ。え、あ、助けて。レビーちゃんどうしたの。いや、そういう普通のリアクションいらないですから、マジで。何のために異常者ばっかり集めたと思ってるんです。次そういうつまんない反応したやつらもパクッとしますよ、パクッと。どういう反応したらいいんだ。じゃあ、おい、嘘だろ、さっきのやつら一瞬で血なまりになりやがったぞ。冗談じゃねえぞ、おい。クソ、なんで僕がこんな目に遭ってるんだよ、ふざけるな。クソクソクソ。このクソってなんかさ、猿のさ口癖じゃなかったっけ。私も関係ない、関係ないのに、なんで、どうしてよ。あんたもだいぶやばいですからね。初めて、お初登場ですね、赤髪の男って。かっこよす。今さら思い出した、左右の目の色が違うことをオッドアイって言うんだったね。こういうのなんて言うんだっけってずっとね、頭の中で今考えてた。ま、そんなわけで皆さんがここから出るには、最後の一人となるまでここでのゲームに参加してもらいます。あ、ちなみにゲームの内容は様々。この第一フロア、各地に配属されたうちが配置された館に入ることでゲームを開始できます。内容は一人で挑戦するものもあれば、他人数との協力やチーム戦、サバイバルなど、館によって種類が異なります。ちなみにルールさえも持ってくれれば、館外での争奪戦もありだよ。あの女マジで言ってやがるのか。女じゃねえよ、悪魔だろ、さっきの見ただろ。チキショウ、生き残るためにやるしかないのかよ。生き残りたい、生き残りたい、頑張れよ。あ、でも私が操作するんだね。誰だ、初めて見る、多分シルエットだよね。赤羽お嬢様とさ、緑ちゃん、あ、いるじゃん、いるじゃん。ようやく始まりますね、お嬢様。あれ、もしかしてさ、アダパナの館のさ、紅で見た人たち。おお、お嬢様じゃん、絶対。そうね、私たちの場合はここに飛ばされてからすでに1ヶ月経ってるから、人数が集まるまで暇で仕方なかったわよ。はあ、
なんだっけ、でも可愛い子だよ。お気に入り、みどりくんの次くらいにお気に入りの。ですが、果たして僕たちで生き残れるんでしょうか。軍人ゲームやった人だね。で、ポーカーやったお兄さんだよね。ちょっと、あんた何弱気なこと言ってるのよ。それでも私の執事なの？執事になってる、赤羽ちゃんの。申し訳ありません、お嬢様。は相変わらずオタクは尻に敷かれて何よりだな。オタク呼びしてたな、そういえば。懐かしいけど、勝ち残るのは俺らで決まりでしょう、お嬢様。当然よ。なんて言ったって、あんたたち、あんたたちにはこの私がついてるんだから。そう、この私。おとぎで赤羽がね。赤羽お嬢様、嬉しい。でも緑ちゃんがいないよ。悪魔同士は対立できないのかな。ちなみに千人もいるとなると、誰と組むべきか、あるいは誰を落とすべきか悩むところがあると思います。そこで悪魔的お助けとして、ここに集まった千人の皆さんを私が勝手にランク付けさせてもらいました。それぞれ1位から1000位まで順位をつけて、皆さんの腕につけた、腕時計にその順位を、表示してますので、ぜひ参考に。もちろん番号が少ない人ほど私のメガネにかなった有能な人物ということになります。特に一桁の10人は大悪魔ご推薦、私的にはその中の誰かが勝ち残ると思ってるんで、てぃなので、その一桁の連中を狙うもよし、あるいは甘い蜜を吸うためにくっつくもよしですよ。なるほど。おい、お前ないんだ。あの一桁の人物を争奪戦か。417位、お前死ねえってな。俺は673位かよ、畜生。誰か一桁、いや二桁のやつでもいいから、いないのかよ。俺はそいつについていくぞ。なら俺もだ。俺は131位で、この中じゃなかなか使えるぞ。一桁のやつがいたら名乗ってくれよ。あの、今まであだ名で出てきた子たちは一桁台なのかな。今のも誰でしょうね。おお、本当に見たことない感じですね。ジャージ着てる感じがするぞ。ようやく始まりましたね。ああちょっと中二的格好に見えるんですが、どうなんでしょう。他の連中はこのゲームが開催されるまで待ったのはせいぜい数ヶ月程度だろうが、俺たちはその日ではないからな。ええ、特にあなた様の場合、気の遠くなるような時間を待ったのですから。誰なんだ。ああ、だがそれもこれでようやく報われる。俺たちの計画が始動する時だ。この人がもしかして一番初めに悪魔に契約して、この場を設けたみたいな、そんな感じなのかな。はい、必ずや俺たちが勝ち残り、そして人類の救済を果たす。なんだろうね。気になる言葉を置いていきやがるぜ。ま、そんなわけで大体分かってもらえたかな。ここから出るには最後の一人となるまでゲームをやってもらうしかないよ。大丈夫大丈夫、勝ち残った際はどんな望みでも叶えられるんだよ。むしろこんなの千宮、千歳一宮の大チャンス。君たちが心の底で望んでいた願いが叶え放題だよ。ディーと、ふざけんなてめえ、何がゲームだクソったれが。あなた狂ってるわ。いや、悪魔にそんなこと言われましても反応に困っちゃいます。そんな、生き残りをかけたゲームなんて、いや、嫌だよそんなの私。いや、いや、海しっかりしろ。海、先輩、しずくちゃん。大丈夫だ海、何があろうと俺が必ず守る。ごめんごめんごめん、おいちょっと。私もよ海、何があっても必ずあなただけは守り通すから。
先輩、しずくちゃん。はあ、生き残りをかけたゲームね。そっか、これがそういう状況か。ま、でもだからだって、だからなんだって感じだな、やっぱ。ソラ君にはね、悲しいという感情が欠落していますからね、怖いとか悲しいとか。おい、俺たちはどうなるんだよ。知るかよ、こうなったらやるしかないだろ。出ないとここから出られないんだぞ。もう一度出られなくてもさ、ここでみんな住んじゃえばいいんじゃない？ねえ、みんなで仲間になって。そんなこと言ったって相手は悪魔だぞ。言ってることも無茶苦茶だ。生き残りをかけた、ゲームなんてそんなのデスゲームじゃない。なんで私がこんな目に。出してよ、私だけでも出して。まあそうなるよね。色紙を追いの生き残ってやる。俺はまだ死ぬわけにはいかないんだよ。最後に勝ち残った一人って、要は他の人間を殺すか始末すればいいんだろう。ならゲームでも何でもいいから自分以外を消せばいいじゃないか。単純じゃねえか。こんなに人数いるんだぜ。そうだぜ、悪魔も言っていたじゃないか、ここにいるのは異常者の集まりだって。なら正当防衛だ。そんな連中いくら蹴落としても問題ねえよ。だって俺は被害者なんだからよ。はい、阿鼻叫喚の地獄絵図。普通ならば耐えられるはずもない絶望と狂気による混沌の、るつぼ。普通ならばこのような状況において人は絶望し、膝を折るか、狂気に飲まれ理性を手放すか、むき出しの本能のまま生にしがみつくであろう。だがそんな中、笑ってる。砂のリクは笑った。リクくん、そうだよね。アダバナの館地獄編。殺し合うのが普通な世界の場合はそれを普通にやってのけるみたいな説明があったよね。さてと、他のエリアにいる子たちにはルールを説明したので、残るはあなたたちだけ。というわけで、準備ができたら私に話しかけてください。チキショー、あの野郎、楽しみやがって。とはいえ、やつの話を聞かないことには始まらないだろう。そりゃそうだが、みんなもそれでいいな。構わないわ、俺もだ。すでにこんな状況になった以上、やつの話を聞くしかあるまい。だね。海、大丈夫か？うん、大丈夫、大丈夫。話を聞こう。ああ、了解しました。セーブできるかな？セーブできそうでございますね。よし。ということで、ステータスとか見れるのかな？リクくん。まあ、特に、このくらいかな？はーい。ということで、みんないますね。揃ってますね。ちょっと、人差し指がめっちゃかゆい。最近乾燥しすぎてさ、指がめっちゃかゆいんだよね。この門をくぐる者、一切の希望を捨てよと、ちょっと、他の説明聞く前に今回は終わっとこうかな。もし本当にここが地獄なら私はちょっと嬉しいかも。だって私常々自殺したいって思ってて、けれど勇気がなくて、日々をダラダラ生きていたから。だからもしここが地獄なら私は苦しまずに死ねたってことよね。ならこのままここで静かに終わりの時を待つわと。まずはいつまでも何でも願いが叶う、そんな都合のいい展開が果たしてあるのか。どうなんでしょうね。どういうか、電話ボックスなんてあるよ。皆さん見たことありますか？今時この電話ボックスなんてなかなか見ないですよね。くそ、なんで電話が通じねえんだよ。地獄だからだよ。はい、現世じゃないぞ多分。地獄、そんなものあるわけねえだろ。俺ら全員どこかの施設に閉じ込められたんだ。こんな犯罪警察に連絡すればすぐに何とかしてくれるに決まってる。むしろしやがれ。まあでも悪魔というものが存在してますからね、ここは地獄なんでしょう本当に。お前らここに来てどのくらいだと。
何、ついさっき来たばかりなら運がいいな。俺は1ヶ月前からここにいる。黒い手紙を受け取ってな。そういえばさ、普通の世界ではさ、行方不明になっているみたいなことを言ってましたよね。まあ行方不明、神隠し的な感じでここに皆さんいるんですね。あの悪魔曰く、1000人集まるまで待てと言われてな。ここが地獄だからなのか、時間の感覚は曖昧だし腹も減らなかったが、かなり退屈でな。っていうことは時間の流れはさ、普通の世界と同じってことになるよね。向こうの世界でいなくなったみたいな感じに言ってましたのでね。はい、だから正直ゲームが始まって助かってる。この憂鬱じゃなくて、なんだ、晴らせるならデスゲームでもやりたい気分だよと。鬱憤か、なんだろうね。ポイントだ。それさえ見つければ俺は助かる。ポイントって何？館になんか誰が入るか、きっとこういうゴミ箱の中に隠してあるに違いない。ポイントって何？ポイントだ。ポイントって何？あの現世につながるポイントみたいな、そんな感じなのかな。はい、どこでもドア的な。向こうに館が見えるだろう。さっきあの館に真っ先に入っていたグループがいたんだが、それっきり全然出てこねえんだ。もしかして館の攻略に失敗したからそのまま死ぬんじゃ。だとしたら俺は絶対に行かないぞと。でもここにいてもね、悪魔にパクッとやられそうですよね。みんなマジで怖がって何焦ってんだか、こんなもの現実なわけねえだろ。夢だよ夢。悪いが俺は夢の中まで慌ただしくしたくないんだな。このままここで昼寝でもするよ。お前らは俺が、生んだ空想の人物だろうが、まあせいぜい頑張ればと。夢じゃねえんだよな多分。バトルの館、あーそれぞれ見えるね。アイテムの館気になるな。まあとりあえず今回はここで終わっときましょうかね。次回レビーターに話しかけてお話を進めていきましょう。滑舌がもう瀕死。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。